現在、山口県周南市にある徳山大学という大学で女子柔道部の監督をさせていただいております。近藤優子と申します。日中は、このキッズ柔道体操教室といって、柔道着を着ない柔道教室を開催させていただいております。日の丸キッズでは、主に、中四国大会だったり、九州大会を、の講師を担当させていただいております。さあ、その時、ゆうこ先生でーすっていう形で、ご紹介させていただいてるんですけれども、そういうゆうこ先生から皆さんにちょっとメッセージを送らさせていただきたいなと思います。みんな、お家でなかなかこうつまらないなとか、学校行きたいなとか、道場のお友達に会いたいなとか、思ってる子いっぱいいると思います。だけれども、今お家にいるということは、自分だったり自分の大事な人を守る行動になります。つまらないなと思っても、お家で、できることをやっていきましょう。そしてこれを見てるのは子供だけじゃないと思います。全国の親御さんたち、子供の体力低下だったり学力低下だったり、いろんな不安があると思います。私自身も子供が3人おりますので、そういうところの不安がつきません。また、現実的な問題として、毎日毎日、3食何を作ろうか、外に食べに行くこともできないので、すごくこう、苦労されていることもあると思います。私自身も3人の胃袋を満たすためにどうしたらいいのかと、考えながら、毎日を送っています。こういう、こう、大変な状況が続く中で、続く中なんですけれども、私は、この絵本を紹介したいと思います。だるまさんと、という絵本です。これ、だるまさんがとか、だるまさんのとか、三部作になっているんですが、この絵本、みんな知ってるよね。そうなんです。私が幼稚園保育園に指導に行った時もこの絵本を使うんですが、この絵本はみんな知ってます。全国みんな知ってるんだと思います。なのでこの中身はちょっと見せれないんですが、この中でだるまさんとバナナさんとメロンさんといちごさんがって頑張るシーンがあります。って頑張るシーン。我慢してるシーンにも見えます。この我慢してるシーンっていうのは、今のこの世の中をと同じなんじゃないかなと先生は見ています。そしてこの最後はね、最後はピース。その頑張った自分でピースっていうところがあるんだけれども、最後、この状況をしっかり乗り越えて、そして上手に付き合う方法を考えて、最後ピースができるようになったらいいなと思って、今ステイホームみんなで頑張っていきましょう。全国のみんな笑顔に会えるのを楽しみにしています。じゃあまたね。せいせい堂々日の丸キー